のね、リクエストもっと紹介しなきゃいけなかったなと思って、はい、子供の卒業式で聴いた歌です。よくね、卒業式で聴かれますよね。それと、平松さんからテレビ番組、武田鉄矢が好き、先生役。はい、そうですね、なんだっけ、金八先生ですね。それと富田さんからもいただいています。ありがとうございます。送る言葉18ページになります。はい、どうもありがとうございます。じゃあ、ね、早速で、いきたいと思います。皆様、今日は本当にありがとうございました。心を込めてお届けします。送る言葉、夏は光と影の中、去りゆくあなたへ送る言葉。悲しみこらえて微笑むよりも、涙枯れる前に泣く方がいい。人は悲しみが多いほど人には優しくできるのだから、初めて愛したあなたいる、失礼しました愛するあなたへ送る言葉。途切れたけれど、終わりまで聞いて送る言葉。信じられると嘆くよりも、人を信じて傷つく方がいい。求めないで優しさなんか、臆病者の言い訳だから、初めて愛したあなたのために飾りをつけずに送る言葉。愛してくれました。私たちもあなた方を愛しました。なぜならば、あなた方は愛するに値する素晴らしいお客様だったのです。これから始まる暮らしの中で、誰かがあなたを愛するでしょう。だけど私もあなたのことを深く愛したやつはいない。遠ざかる影が人混みに消えた、もう届かない送る言葉。どうもありがとうございます。